え、けど大作戦っていうのがそういうことなんですかね。そうですね、僕らの希望としては萌え物っていうのは一回アニメ作っておしまいじゃなくて、もっと広く展開したい、はい、なるほどなるほど。例えばネットの配信であったり劇場版であったり、うん、漫画であったり小説であったり、まあ、その小説は中澤さんに書いていただくんですけど、おお大丈夫ですかね、うん、僕あの喋るとはこれなんですけど書くと意外とすごい あのドラえもん の, えなあの名前忘れちゃった道具の文章書くとすごいいい文章になるって道具がねドラえもんにもあったんですけど、道具の名前忘れる人に文章自信があるって言われたもんいや全く説得力がないけど、きっと中澤さんそれ持ってるんですよ僕はあのでもねこういうちょっと喋らせるとヤバい人こそいいものを書けるんですよ。喋れないからこそ活字。今安心したのは、とりあえず自分でヤバいって自覚があることだけは確認できたのかな。もう納得せざるを得ませんな。よかったよかった。まあ、それはちょっと空気が読めた。案外読めるっていうね。あ、それで、まあ、そういうキャンペーン、例えば書いていただくこととかが大作戦。そうですね。最初の取っかかりとしては、あの萌え物のキャラクターをいろんな人にから募る。それからそれができたらアニメーションにして作っていくっていう、そういうことをなんかみんなと一緒にできたらいいなと思ってます。もうファンが参加してどんどん作っていくという。そうですね、従来だったらもう本当に作り手が全部コントロールして作ったものを配信するだけだったんだけど、なるほどなるほど。萌え物っていうのは、まあ、僕がフィギュアを作ってた時もそうなんですけど、なんかこう作り方が逆なんですよね。ニーズに合わせて出していくというか。そうですね、ある意味その Sソーシャルネットワーキングみたいな雰囲気もありますね。今風ですね。だから、みんなの意見がこうまとまればそれだけいろんな萌え物の幅が出るし、うん、今もあのいろんな方に萌え物のイラストを描いてもらってるんですけど、そうなん、逆にその絵を固定しないことによって世界観が広がるっていう。けど今ね東宝とかそういう割と人気あるものって確かにやっぱみんなで作っていくものに人気が出てるんで、ファンがどん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 力を出して、昔はあのね、さすがレオさんですわ。HP ラブクラフトっていうのが、クトゥルー神話っていうのをね、版権をフリーにすることによって、みんなで書きましたもんね。みんなでクトゥルー神話書くっていう、そういったものができるとすごくいいなと思って、二次創作を公式にするっていう感じ、ね。そうですね、大作戦っていうことで。ジャンポール高橋さんは何か関係してるんですかそれ？そうなんですよ、実は。え、なぜね。みんな関係してるの、ええー、とか言ってそうなんです。びっくりしたふりしやがって。びっくりしてただけなんですけど。何を主題歌を実は作りまして。要はミュージシャンやけど、うまいこと言ってビラ配り手伝ってくれたそうじゃないんです。そうじゃないです。あ、主題歌もうできてるんですね。そこまで。まあワンコーラスなんですけどね。はい。それもなんか。急にピンクのマイクだそうだ私、歌詞知ってるんで歌います何やねん何やねんほんまないやはいお前、これ僕だけが僕らだけ分かってないなサプライズパーティーじゃんなんかめちゃめちゃ歌うつもり満々じゃないですかそれはいじゃあ僕らはもう何全部知ってましたえ違う、そこまで知ってるんですけど萌えの仏像ぐらいまあまあこれってドッキリこれ、ね、え、歌ってくれるんですかじゃはいあ、そうなんや。じゃあ、まあちょっと聞いてみましょうかね。じゃあ、聞いてみてください。はい。壊れそうな世界、不安を抱えて見上げる青い空。灰色の明日、結局答えはいつも出ないから。悩んだり、焦ったり、世の中全く何も変わらない。So, one, two, three, four, 108の煩悩に支配されてるの。もし世界を変えれるなら全て投げ出す覚悟はあるの心配ないよつぶやいた声それは強がったわけじゃないまだ見ぬメッセージ僕らの希望があると信じて吹き荒れる風嵐の中にきっと私の真実があるの向こう小さな体を越えたその先マンダラの中で目覚めたらそんな素敵な場所に行けるかなおー
ございます。いいでしょ。え、ちゃんとしてる。何ここまで出来上がってから知らんふりしてんねんっていうぐらい普通にいいですね。いいでしょ。え、なんか歌詞は誰が。歌詞安西さん。あ、そうなん。いや、なんかちゃんとさっき言ってた僕思う、こう108の煩悩がとか、うん、でね、そういうところをちゃんと抑えて、うん、萌え仏のコンセプトがね、ちゃんとちゃんと仏像として分かってるんやなっていうのが分かる、うん、僕とジャンポールさんで一応 JR っていうユニットをジャンポールとレオの後々反権的な問題なんですかまあそこで揉めたら名前変えれたら阪急とかで書いてあるんですよ。だから JR 大阪で、あー、はい、JR 大阪、あ、3人で、はい、それだからダメですよそれ、はい梅田って名前に変えましょう。梅田、まあ近いよね。まあ、ジャンさんに曲をね、今回作っていただいて、まあ、萌え仏の世界観というんですかね、今聴いてもらったら、うん、なんかみんなにこんなもんやねっていうのは分かってもらえたかなと。うん、おなかなか明るいいい曲でしたね。うん、なかなか。けど中澤さん、はい、中澤さん何落ち着いてるんですか。いや落ち着いてびっくりした。話を聞いてたんですはみたいな。あのちなみにドラえもんの動画を思い出しました。あ、はい、模範手紙ペンでしたね。あ、そのペンを使うと文章が綺麗に書けるんですね。で、中澤さんは、はいはい、もうさっきだから曲はできてたじゃないですか、実は、はいはい、中澤さんは実はできてるんですか。あの、まあ、その小説で言いますと第1話に回答する部分はですね、書かせて。あ、できてるんや。はい、物語はもちろんレオさんと原案のレオさんと相談の上、いろいろ話とか枠組みは、まあ、萌え仏っていうこの3人が、まあ、戦ったりするんですよ。あ、敵の設定とかそういうのを考えたりとか。いや結構展開するんやな。萌え仏同士が戦うんですか。萌え仏が戦うんじゃなくて敵の、まあ、敵と戦う。敵、なるほど。未解決っていうですね、ほう、あの未解決な問題の未解決の回が、怪しい妖怪の回になって、未解決っていう、はいはい、まあ、人の抱えているそれいろんな未解決な問題が、まあ、ちょっと怪物のようなものになって、まあ、もちろんその怪物が誕生しているバックボーンはいろいろ裏設定はあるんですけれど、うん、まあ、最初の頃はまだわからないんですけれど、その未解決と萌え仏が戦って、で萌え仏もただ怪物を倒せばいいわけじゃないっていう、やっぱ仏様なので、その人の心の悩みを救わないといけないと。そうなんです、あの倒すことじゃなくて、その人の心の未解決を何とかしてあげるために美少女の仏像が使われている。そう思うと安西さんとか中澤さんって特撮とかが好きじゃないですか。はい、だからそう思うと、そういう昭和特撮ってそういうストーリーの匂いがあるじゃないですか。そうですね、ちょっと特撮もの、だそういうところからちゃんと現代にこう落とし込まれてるんやなっていう。そうですね、あとちゃんとしてるなと思ったら、いや本当に、まあ、意外とちゃんとしてるな、ちゃんとしてる、僕らあれみんなちゃんとしてないと思ったら本当にええとか言ったの。みんなの抱えてる悩みを仏様と女の子に頑張ってもらうっていうね。僕もともと実相寺昭雄監督にずっとお世話になってて、実相寺昭雄監督がね、怪奇大作戦で京都買いますっていう、はい、もう傑作中の傑作を取られたんで、まあ、そういう話っていうのは僕すごい好きだったんで、うん、なんかああいう世界観みたいなものをね、なんか別の形でできないかなと思って。あ、なるほどな。確かにちょっと仏像っぽいですもんね、うん、京都買います。なるほど、そういう未解決の部分、ここ人の心の部分に回ってるっていうのは、じゃ割とその遺伝子が組み込まれての萌え物なんですね。そうですね。で最初に、まあ重大発表は、まあ、分かりましたわ、はい、アニメですね。でただプレゼント、うん、なんかプレゼントがあるというのがめっちゃ気になるんですけど、みんな大阪さんが持ってくれてるのが、うん、はい、これ萌え仏のポストカードで、レオさんと私のサイン入りのポストカードを5名様に。え、これ萌え仏ですか。これ萌え仏です。あ、この絵柄は先ほど出してたボードの、はい、ですかね、シルエットの、ね、3人娘の。あ、萌え仏はちゃんと燃える感じにちゃんともう出来上がってきているんです。萌え萌えですよ、もうこのポストカード、私欲しいぐらいですよ。で、あとレオさん、僕が商品企画、僕の商品おもちゃのプロデュースとかやってるんですけど、はい、戦艦ヤマトの、はい、2000分の1モデルを、5名の方にプレゼントで、なんと大阪ひとみちゃんのサインと
まあ、僕のサインも入っているとおーすげえな、ちゃんと、ま、天秤日のイベントを見たことがある人にはおなじみの展開もあるそうですねよくあの、ね、僕プレゼントで出してるんですけど割とねアイドルの女の子にこれあげてどうするのっていうみんなすごい突っ込まれるんですけど、まあ、まあけどそのプレゼントどうやったらもらえるんでしょうかね。後ろからこれですね。これまずやり方その1、ウシムに、これは何というお店ですか。ウシムに登録、ウシムに登録、登録は無料、は無料、うん、まあ、もう一つ見るんやったらどうせ登録してくれる、はい、お願いします、はい、登録して、そしてそのはい、カミングスーンにある萌え物メジャー化大作戦のプロジェクトをフォロー、フォロー、ああなるほ ど、フォローももちろん無料、うん、まだ普通にあの、うち、ん、に入ってもらってで、普通にこれ見てもらったらまあ大体うまくいくんでしょうね。で、中澤さんはその3ですね、メールを少し、あ、それは中澤さんにメールしたらいいですか違いますね。じゃあ中澤さんが家まで持ってきてくれるっていうこちらまで、あと次info@ushimu.com に件名萌え物係、本文で欲しいプレゼント名、あ、そのポストカードか戦艦ヤマトかってことですね。でどっちかを書いてメールいただいたらまだ普通にとあの来てホームページ来てもらって登録して見ていただいてメール送ってもらったらいいっていうだけですね。うん、これは簡単これはぜひともぜひぜひどひどし応募してくださいまし、よろしくお願いします。あの普通にヤマトも普通にいいからね、うん、ね、なんで、はい、よかったぜひ。出来がすごいいいです。私見ました。はい、私、はい、私見ましたって。そうですか。そんな殺人現場見た時言い方で、ね、中島みゆき的世界観ってきましたね。それでは、はい、あの最後に大阪ひとみさん、もう一度告知をお願いいたします。はい、あ、ちゃんと大きいのもあったよ。そうそう、最初見てたのこれですよ。萌え物メジャー化大作戦、ついに決行です。詳しくはホームページウェブページでチェック、皆さんチェックしてみてくださいね。はい、ということで、あ、無事に無事に無事に何事かは分かりますね、まあ、はい、重大発表とプレゼントの告知、はい、できました ね、 ね、できると思ってたんでね。そうですね、そんなこと僕らにはそこにたどり着く前に番組終わるんじゃないかと、ね、なんとかギリギリいきましたね。人としての心が残ってたので、よかったです。もう段取りというものが私たちにもあったんだなと、はい、まあ、とりあえずあの皆さんちゃんとしてるなっていうのが分かったので、そうですね、あの頑張ってください。頑張ります。まるで 外部の人間のような、僕らは見るんで。あ、そうですね、はい、とりあえず見てからね、いろいろまた感想が出てきて、確かに楽しみな企画ではあるんでね、うん、いや、なんか今で皆さんのこと知ってて分かるんですけど、あ、本気やなってのかな、今回は。そうそうそう、今回は、いつもいつも遅くて、特にプレゼント告知を3人で分けて説明するのがなかなかできることじゃないですかね、これは、うん、はい、協力し合ってやってる、まあね、やっぱプロフェッショナルの皆さんなんで、そうですね、それのちゃんとプロの部分を普段審査員とかやるから、うん、まあ言ったら本業じゃないですけど、その本業の部分で皆さん協力するそのものを作るっていうので、単なる自由人じゃなかった。テンミニッツがね、やっぱりアニメの声優になりたいとか、はい、アニソン歌いたいとか、まあ、いわゆるオタクの子がね、はい、来るから、いますもんね。だからかえってこ、まあ、こういうね、企画があればテンミニッツに行けばもしかしたら何かチャンスがゴロゴロ転がってるかも。大阪ひとみちゃんみたいに、あ、そう、歌えるかも。頑張ろう。そうですね、うん、頑張ってください、はい、皆さんにぶら下がって僕ら頑張っていくんで、はい、だからは土俵の下に埋まってるってやつですよね、はい、その時、はい、というわけで、とりあえずよろしければまずはね、ウシムに登録してこの萌え物を見に来ていただければ全てがうまくいくと思いますんで。そうですね、ただで見に来たものをもらえるんですから、うん、来てください。ポストカードか戦艦ヤマトか、はい、そして今後とも、天秤日および萌え物の方でぜひよろしくお願いいたします。というわけで本日テンミニッツ重大発表ということでやらせていただきましたが、結果的な萌え物制作発表みたいな感じで、そうですね、テンミニッツあんまり関係なかった、ね、けどよろしくねっていうことで、そうですね、これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。